はい、どうもゼロゲンと申します。本日はですね、ちょっといつもと違ったことをやろうかなと思いまして、スマブラのキャラクターをアキネーターで質問していったら、一体何問目でそのスマブラのファイターに行き着くのかという感じの企画をねやっていきたいと思います。まあそのアキネーターっていうのがね、割と有名なんですけども、知らない人のために説明すると、まあ例えばね、今カーソルが合ってるマリオさんですね、マリオというキャラクターを頭の中に思い浮かべて、でこのアキネーター、このヒゲのドヤ顔してるおっさんですね、この人に質問されます。でそれに対して答えを言って、でそれをどんどん質問を繰り返していくんですね。で最終的にこのおっさんが、あなたが思い浮かべてるのはこのキャラクターですねっていう風な感じになるのがアキネーターです。はい、まあ多分ね、スマブラに出てきてるファイターは全員まあちょっと網羅してると思うんですけども、マリオとかね、カービィとかリンクとかピカチュウとかね、この辺のメジャーどころのねキャラクターは割と少ない質問で、答えにたどり着くとは思ってるんですけども、スマブラのファイターって割とあれじゃないですか、ちょっとマイナーどころなキャラクターも多いので、まあ最終的にはね、全員の、なんていうのかな、何問目でその正解にたどり着くかみたいな感じの、ことをやっていきたいと思ってるので、まあマイナーキャラがね、何問目でその正解にたどり着くのかっていうのがね、ちょっと楽しみなところではあるんですけども、逆にね、マリオ、ピカチュウ、リンクとかね、その辺のメジャーどころのキャラクターはどれだけの最短でね、答えを導いてくれるのか、このおっさんがね、はい、それをね注目して見ていただきたいと思います。じゃあね、早速マリオさんからやっていきたいと思います。はい、というわけで早速マリオさんからアキネーターやっていきたいと思います。早速ね、ポケモンに関係するっていうような質問が来てますけども、関係してないですねで、これを見て分かる通りね、割と最初らへんは特にですけども、このおっさんがしてくる質問はランダム性がありますので、まあちょっとね、それでちょっと最短から、まあ若干運も絡んでくるんですけども、若干ね、まあ質問の数が上下するかなという感じもあります。で、あとね、自分自身がね、そのスマブラのファイターに関してそこまで深く知らないっていうキャラクターも正直います。正直いますので、間違った、ちょっと答え方をすることもあると思いますので、ちょっとねそこら辺は、ちょっとご了承いただきたいなと思います。はい、では、早速マリオさんですね、やっていきましょう。これはいいですね。で、ニックネームに伸ばし棒かなはつかないです。マリオマリオです。名前に小文字はないです。ニックネームはまあ3文字だね、マリオさんなんで。はい、お詰めてきたね。はい、まあありますよ。何これ、わかんない何て書いてんの、何、いやー、何言ってんのかなー。ああ、じゃあ、そうですよ。8問目かな。マリオです。はい。当たりました。まあ、当たったのはいいけど、なんか、よくわかんない質問が2つぐらい来たね、最後。そのせいで、ちょっと若干回り道した感じにはなりましたけども。8問目かな。8問目の、質問でマリオさんにたどり着きました。はい、まあ、アキネーターっていうのはこういう感じのやつですね。はい、というわけでじゃあ次行ってみましょうか。はい、続いてはドンキーコングですね、やっていきたいと思います。最初にね、スマブラのファイター画面を見せたと思うんですけども、ちょっと今回はね、一番上の1列分を、サクッとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ディズニーキャラクターに関係ないですね。はい、なんか昔なんかキングコングとなんか訴訟を起こしたみたいな事件があったけど、ドンキーコングはまあ関係ないけどね。
はい、鬼滅関係ないですね。はい、今なんだろう、キャラクターっていうカテゴリーになるので、なんかアニメ関係のね質問もしてくることがあります。まあ一応男性かな。はい、名前はすべて漢字じゃないですね。なんか鬼滅方向に持っていこうとしてるかな。物語の一応主人公かな。はい、日本人じゃないね、猿だもん。あ、ドン、あ、ついてるね。ここで絞りますか。なるほど、海外のキャラクターではないかな。動物の形、おお、ちょっと詰めてきましたね。ロボットではないです。今10問目ですね。戦いますね。おっと12問目で猿、ここに来ますか。はい、小学生役が似合いますか。え、なんで急に離れた。あ、なんかディディコングと区分けしてんのかな、なんか。あー、来ました、当たりです。13問目だったかな。はい、ドンキーコング見事正解です。まあやっぱりちょっとマリオよりは時間かかった感じがするかな。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お次はリンクくんですね。まあ割とリンクも早い段階で当たると思うんですけどもね、行ってみましょう。みんなはね、なんか何問目ぐらいで当たりが来るみたいな予想をしてるとちょっと楽しいかもしれませんです。名前が4文字ではないですね。はい、まあはつきません。ニックネームは3文字ではないです。棒もつきません。まあ一応、はい、ついてます、ついてます。はい、髪の毛生えてます。ハゲじゃないです。物語で主人公たちの敵だった。あ、ライバルサイドだと思ってる。違いますね。女性、女性ではないです。めっちゃ女装似合いますけど女性ではないです。物語の主人公です。うん、お、詰めてきたね。11問目ですね。よく帽子をかぶって、あー、まあそうだね。まあブレワイリンクがちょっと今までのゼルダシリーズからしたら特殊なだけで、まあほぼ全部のシリーズで帽子かぶってるので、まあここははいでいいでしょう。はい、爪、うん、まあ爪ついてるよ。身長が170センチ。うわ、また難しい質問すんな。リンクね、意外と背ちっちゃいんじゃなかったっけ。いやでもそれでも170以上あると思うけど、いやー170以上あると思うけど、ちょっとねこれわからないにしとこうか。うん、X ですね。スマブラで攻めてきましたね。あー、当たりました、ナイスです。15問目ぐらいだったかな。はい、リンクくん当たりです。しかもちゃんとブレワイのリンクくんだね。うん、ちょっとそうだね、ドンキーよりちょっと時間かかったか、意外でしたね。うん、もうちょっと早く当ててくれると思ってた。身長どうだったかな、170はあったと思うけどな。うん、まあいいや、とりあえず次行きましょう。はい、続いてはサムスですね。はい、昔このサムスを見てメトロイドと間違った人も多いんじゃないでしょうか。というわけでサムスはどうだろう、メジャーっちゃメジャーだけど、ゲームファンから見た視点ではメジャーなんだけど、まあ割と一般から見たらそうでもないかもしれんから、どうだろうね。まあリンク君と同じぐらいになるかもしれんけどね。まあでも最初の質問が割といいですね。3文字でいきなり絞ってきてるので、はい、これ3文字。はい、マリオの、あー、これね、いやー、これね難しい。実際ね、スーパーマリオ RPG とかでゲスト出演とかしてるんですよ、サムス。まあそこまで網羅してるのか、部分的にそうにしとく。うん、マリオメーカーとかでもなんかドットマリオとか、ドットマリオのね、ドットマリオ、うん、キャラマリオかで、なんかサムスとか出てくる。まあ多分部分的にそうにしときましょうか。ニックネームにまあはないかな。はい、いいえ、コンボ
知能の母？え、何言ってんの？物語の主人公です。はい。ゼルダ、あ、いや出てたかな、なんかでなんかちょろっと、まあでもサムスの装備とかだったかな、なんかだったような気がするけど、まあ家かな、家でいいや。キノコ頭の人、キノコ頭、キノピオとかと間違えてる？よく帽子ではないかな。ヘルメットだけど帽子ではないですね。男性ではないですね。まあ実際自分も64ぐらいまではサムス男だと思ってましたけども、はい、まあ割とそういう人いると思うんだよな。ゼロスーツサムスが出たらね、うん、あー金髪、中身は金髪なんだけどな。うーん、まあはいにしとくか。はい、あ、お、うそ、急に詰めてきたね。お、ミサイル発射しますよ。11問目。あー、スマブラで急に来た。お、おー、すげー。このおっさんすげー。12問目ぐらいか。リンクより早かったか。ドンキーコングと同じぐらいだったかな。やば、すげーな、このおっさんやるね。はい、サムス・アラン正解です。じゃあ次行きましょう。はい、なぜか一番上の欄にダークサムスがもういたので、まあ次はダークサムスということになるんですけども、これ難しいんじゃないのかな。サムスと混合しそうな気はするけど、どうやろう、いけるんかなこのおっさん。うん、割とマイナー寄りなキャラだとは思うんだよね、スマブラの中でも。まあまあ、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。はい、名前に小文字はないです。こいつはそういう性別とかはないんすよね。フェイゾンだったっけ、なんかそういうのがなんかあのサムスのパワードスーツをうんたらかんたらして出来上がった存在なんで、そういう性別とかはないので、いいえかな。尻尾はないね、尻尾あったら可愛いけど。ニックネームは3文字ではないです。髪の毛という概念がないです。ポケモンではないですね。ああ、あります、あります。はいはいはい。お、物語主人公たちの敵だった、そうですね。マリオのゲームには出てないかな。誰に詰めようとしてんだろう。坂道グループ、いや、誰のこと言ってんだ。足はまあ一応ありますよ。急になんだ。うん、ニックネームにんはついてないですね。口はないんじゃないの。うん、どんどん遠ざかってる気がする。いや、なんか野球方面でなんか攻めようとしてない ?150mm 砲、そんな装備あったっけダークサムス。いや、ないでしょ。いや、ない、ない、ない。黒い。あ、赤髪の友。あー、まあ、あの、YouTuber の、あの人やね。いや、知らない。それは、俺は別にあの人のチャンネルめっちゃ見てるわけじゃないからわからない。剣は使わないですね。あー、来ました。やっとここで絞れるかな。あ、20問目まで来たね。うわー、マジ？うっそ！すげえ！スマブラっていうキーワードが出て、一気に当てましたね。まあ、ただやっぱ20問目か。結構かかりましたね。はい。いや、でもお見事です。ダークサムス、正解です。じゃあ次、行きましょう。はい。次はみんな大好きでっていうです。はい、まあヨッシーはね、割と早めに当たると思うんすよね。うん、それぐらいもう結構有名どころではあるし、特徴も捉えやすいと思うので、うん、ヨッシーは結構早めに当たると思うな。はい、じゃあ行きましょう。ディズニーはいきなり関係ないです。鬼滅。その1問目と2問目で鬼滅とディズニーで攻めてくるのやめろや。男性なんだっけ。
なんか性別合ってないようなものだったような気がするけど、一応男の子になるのかな。まあ一応卵を産んだりするけど、いやー漢字は使われない。物語の一応主人公も務めてます。日本人ではないですね。んはないですね。名前に小文字、あ、小文字ありますね。はい。主に銃は使わないかな。卵を使って戦います。ゲームに関係する。はい。まあ、広い括りでですけども。髪の毛がないです。あ、意外と当たらんな。ポケモンじゃないですね。青くはない。いや、まあ、青いのもいるけど、尻尾は、はい、あります。はいはい。あなたですね。何言ってんの？俺どういうこと？これどういうこと？尻尾があって、あ、じゃああなたですねってどういうことだ？俺尻尾ねえよ。ねえよ、尻尾なんか。ああ、はいはい、あります。え、意外と当たらんな。マジ？まあ、基本緑色かな。うん。ああ、やっと当たった。18問目。あ、絵も全く一緒だ、これ。はい。当たりました。当たったけど、なんか期待外れでしたよ、おっさん。もっと早めに当ててくれると思ってたわ。18問目か。はい。まあ、こういう感じでございました。じゃあ次、行きましょうか。はい。お次はピンクの悪魔ですね。カービィさん、行きたいと思います。まあ、カービィももう、もはやメジャーだし、主人公だし、割と有名だから、早いとは思うけど、さっきのこともあるから、ちょっとなんとも言えんですね。じゃあ、ニックネームは4文字。カービィなので、そうですね。一応4文字です。名前に小文字。あ、あります、あります。緑色ではないかな、基本は。アニメで、あ、あります、あります。ありますよ。カービィのアニメあります。日本の国籍を、まあ、日本生まれのゲームだけども、腹ペコキャラ？どうかな。まあ、腹ペコキャラなのかな、カービィって。まあいつも何か食ってるイメージではあるけど、まあ部分的にそうかな。いや、どうだろう、これ難しいな。わからんにしときゃよかったかな。まあいいや。アニメ化している、アニメ化してます、カービィは。はい。相手の技を真似て、これもまた難しい表現してくるね。真似てっていうことでもないんだよな。その相手自体を吸い込んで戦うから、まあでも広い意味ではコピー能力ってそういうことかな。まあ、範囲にしとく？うわ、マジで相手の、そう、真似て戦うって表現でいいの？ああ、でも、10問いかないで当たったか。9問目でしたね。ああ、まあ、よく導き出せたなっていう印象だけど、まあ正解は正解なんで。はい。じゃあ9問ということですね、カービィさんは。じゃあ次行きましょう。はい。お次はフォックスさんですね。まあフォックスももうメジャーっちゃメジャーだけど、どうでしょうかね。じゃあ早速行きましょう。小文字あります。テビって、ポケモンで攻めようとしたんだね。いや、そうじゃないんだな。今回早いんじゃねえのこれ。イメージカラーはピンクじゃないね。プリンとかカービィをイメージしたの。ニックネーム、いや、つかないです。あぶね。はい。どういうこと？どういうこと？誰に詰めようとしてたのそれ。巨乳じゃないよ。悪い役人じゃないね。ウルフとかだったらそうかもね。尻尾あります。髪の毛が1本だけ。そう、でもさっきこの人スマブラうんぬんかんの言ってなかったか。いいえ、ポケモンじゃないよ。だからニックネック、つくよ、つく。青くない。
ソニックとかとなんかファルコとかと間違えてる？パおおおおおパイロットだね。おお当てた。13問目か。うん、割りかし早かったね。ああ、これスターフォックスアドベンチャーのフォックスかな、うん、どっちだろう、アサルトか。まあいいや、まあ、とりあえず正解ですね。おお、お見事です。じゃあ次行きましょう。はい、お次はピカチュウですね。で、早速1問目がね、もうポケモン関係、ポケモンに関係するっていうような質問が来てるんですけども、これ最短狙えるのでは。あ、結構もうポケモンといえばもうピカチュウみたいなイメージがあるからね。はい、これ最短狙えるかもしれんね。はい、ニックネームにんーはないんだな。何かが確かにそうですねピチューが進化した姿ですね。名前に小文字あります。はい、もうこれ早いんじゃねえの。おおおいおいおい、もうこの人もう確信に迫ってるやろ。頭に何かかぶらせることはできますけど、基本的にはかぶってないですね。日本を代表する、急に離れたな。何、どういうこと？お前分かってるやろ絶対。かぶりもしてないっつってんでしょがよ何言ってんだ。あー、9問目、余計な質問が 2,3 個あったな多分。わ、絶対もうちょっと早く答えにたどり着けてたでしょ絶対。はい、まあいいや、とりあえず正解なんで、はい、ピカチュウですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お次は永遠の2番手ルイージ君です。あんた、そのポケモン攻めするのやめなさい、最初にはい、というわけでポケモンではないです。いいえ、尻尾ないです。髪の毛生えてます。と、あ、読み込みに時間かかってる。女性じゃないです。主治、難しいこと聞くな。一応まあ主人公だった時もあるんだけども、うーん、部分的にそうかな、うん、に、あー、つきますよ。お、いいんじゃないの。お、マリオのゲーム出てます、出てます。緑色、お、お、スマブラあるよ。お、これ来んじゃねえの。おお、9問目、さすがルイージ君、早かったね。うん、もうちょっとかかると思ってた、さすがに。うん、9問目で答えを導き出しました。今なんて結構質問も良かったような気がしますな。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お次はネッサンですね。ネッサン、ネッサン、1問目で絶対ポケモンぶつけてくるなこいつな。はい、じゃあいいえ、名前に小文字はないです。ニックネームは4文字じゃないです。男性、はい、主人公、うん、一応そうですね、マザー2の主人公です。 M から始まる、 M ではない N ですね。はい、いやそういうゲームじゃないですね。剣ではないです、バットです。香港には関係してないです。いつも木の枝に座っている、そんなやついんのそんなやついるの。作品が、あー、いや、映画化はされてないかな、そういうのはされてない気がする。うん、いや、ないです。あ、これ意外と時間かかるか。帽子はかぶってるよヒゲはない、ヒゲはない、いや、うん、されてないよあー、詰めてきた、急に詰めてきましたよ。あ、もう当たるんじゃない。あー、16問目で当てましたね。あ、しかも絵も全く一緒かな。はい、ネス、おー、いいですね。16問目か、結構早かったですね。じゃあ次ラストかな、一番上の段の一番ラストのキャラいきたいと思います。はい、今回ラスト、ファルコンおじさんですね。いきましょう。尻尾はないです、あったら可愛い。ファルコンランチ
ニックネームは3文字ではないね。髪の毛は一応生えてるよね。いや、まあ一応生えてたはず。なんか F0GX か何かのエンディングだったかな。なんかムービー中であのヘルメットを取ったファルコンの後ろ姿とかが見れたはずなんだけど、その時ね、なんか黒髪だったような気がするんだけど、まあ一応生えてるでいいかな。うん、いや、いや、それはないんですよね。横棒はないんですよ。銃を使って戦わないですね。うん、まあ、もともと車で戦う人だからね、この人。ニックネームは4、よ、あ、でも、ファルコンでも4文字でもないもんな。4文字じゃないな。女性じゃないですね。おー、まあ、一応主人公かな。F0 シリーズの。帽子ではないかな。ヘルメットだけど、剣ではないです。あ、ニックネームファルコン。うん、あります。2つあります。はい。海外。いや、この人、宇宙放浪してるんじゃなかったっけ？大人、一応大人だね。名前に漢字ないっすね。はい。地面に関係がある。ということだ。どういうこと？90キロ以上あるんじゃないの？結構タッパでかいでしょ、この人。筋肉もついてるし。あるとは思うけど、はっきりとした数字はわからんな。正直。ちょっとわからないで、これは。お。読み込みが遅いと思ったら、とりあえずスマブラに参戦したらぶつけてくるのやめろや。まあ参戦してますよ。はい。あ、いますよ。まあ初代、64の時代からいるからね。おお、当ててきた。18問目か。うん。いや、でも思っ、いや、でもこんぐらいかな。うん、予想でもまあこんぐらいやろうなと思ってたから。なるほどね。うん。なんだかんだ正解にたどり着くな、アキネーター。さすがですね。うん。面白かった、意外と。まあ、やっぱこう見るとピカチュウとかね、意外とルイージも早かったりしたけど、まあ、やっぱメジャーどころというか、その辺は、うん、早かった感じがいたしますな。はい。というわけでね、ちょっと一番、スマブラキャラクターの一番上の段のキャラクターのアキネーターの質問数の結果はこんな感じでございます。で、まあ、まあ、何個かに分けると思いますけども、続いて、第2弾目ですね。このまま続けていこうかなと思いますので、まあとりあえず一旦今回は第1弾ということで、ここで一旦、ね、動画の方は切らせていただきます。はい、というわけでまた次回もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。